誰かなんか引っ掛けたんでしょうね、あのモミジの木の枝にね、赤粉を多分いつの時代じゃあ乾いたと思うので次の工程をじゃあ師匠、はい、教えてください。そうですね、はい、先ほど塗ってもらった葉っぱのところの上に金色の、うん、これですね、はい、色をのせると。じゃあ一番上のとこだけじゃあまた同じくやってもらっていいですか。おはあ、なるほど。真ん中に塗る感じですかね。そうですね、ちょっとこう縁残すイメージで、はい、赤を見せつつ、グラデーションですね。ぼかしの技術がだから生きてくるんじゃないですか。あ、多分ぼかしといえばこの間行きました、はい、ね、手描き友禅の匠のとこ、そうです、はあ、見事ですな。師匠がやるとこんな感じでございます。あ、ピンときてる？ピンときてる？ちょっと、はい、ピンときてるんですけど、しーちゃん、あの下のとのレベルの差がちょっとひどいですけど、ね、まあすでにここはもう赤粉ですからね、はい、これがね、そうですね、なんか上と下とのちょっと違いが、あとじゃあちょっとね、日光の当たり具合が悪かったレベルじゃないですかね。だってもうあの、はい、モミジと赤粉の間、物変わってるからね。そもそもね、まあ、誰かなんか引っ掛けたんでしょうね、あのモミジの木の枝にね、赤粉を多分いつの時代話やん。ちょっとじゃあ行こうよ、これシュッシュッといくよ。失敗したね。ちょっとあの色がバッとね出ちゃったね。ちょっとあれですね、濃いですね多分ね。ね、ちょっとだからもっとこれ筆を落として。グラデーションというか。これを。これでも難しいですね。実際のモミジって金色入ってないじゃないですか。そうですね。ね、だからそのね、ちょっとフォローしようと思ったんですけど。師匠全く笑ってないです。あ、うんうんうん、ちょっと乾かしてみますか。さあ、金色も乾いたところでですね、金色ね、金色っていうやんなことやんなことね、金色ゴールドね、ゴールド、はい、で完成がこんな感じでございます。はい、まあちょっと自分の中ではね、大胆に行き過ぎたところもありつつ、うまいことかけたやつもね、中にはあるんじゃない。一番上は師匠のやつですから。一番上そこばらさんといて、そこばらさんといて。じゃあこれを師匠に点数つけてもらいたいと思います。じゃあちょっと確認していただいて。はい。はい、じゃあ師匠、どこ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 、何点ですか。はい、70点です。おお。70点、はい、それはどういったところが70点につながりましたか。ね、はい、この真ん中に描いてもらったもみじの払いの部分が、あ、難しいところが結構綺麗にここですね、はい、やっていただいてたので、はい、ここが良かったかなと。まあ、やっぱ赤粉はあきませんもんね。ちょっとこれはね、最後70点ですので、僕の中では上出来だと思います。でね、師匠、僕実を言うとね、もう一個描いてみたい柄があるんで、はいはい、シュちゃん描けるんですか。あ、ちょっとあの簡単なイラストでシュシュッと描けるの違うかな。あ、一筆書きみたいな。うん、イメージはね、イメージは一筆書きみたいな。もうちょっと助けた。あ、なるほどなるほど。ちょっとなんか師匠に教えてもらって、はい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 、もう一つ描いてみて。あ、いいじゃないですか。はい、描いてみます。じゃあよろしくお願いします。はい、なかなかいいのができたんじゃないですか。できた、できた。じゃあちょっとちゃんと見てもらいましょう。僕が描きたかったキャラクターというのはこちらです。てってれん、誰ですかこれは。これは名前言っちゃっていいのかな。ルミエールです。美女と野獣のあの羊。あ、あのろうそくの。そう、ろうそくだけ頭燃えてるやつですね。せーねん、これなかなかいいでしょ。いいですけど、はい、ディズニーキャラですよね。うん、怒られんちゃいます。え、ほら見て、師匠全く笑ってないから。怒られるかな。まあでもね、階段ついちゃうんですから、うん、そう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 、ね、あかんだったらまたあのうちのマッチョンが責任取ります。振りかけたわ、振りかけたな、振りかけたわ。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。